はい、どうも、ハニプロさんでございます。今日はですね、佐々木さんのイベントに来ておりますけど、まあ、佐々木さんのイベントというのは、僕の空撮の師匠というか、スペシャリストと俺は思ってる、尊敬してる方なんですけど、こちらでございます。こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。東洋佐々木です、よろしくお願いします。いや、佐々木さんすごいですね。いや、すごくないですよ。こんな作品で、ありがとうございます。もうね、谷さんもね、来ていただいて、ありがとうございます。いや今回はあの俯瞰すれば世界は全く違って見えるっていうのがコンセプトで、単純なものでも地上から見てると普通なんだけど、真上から見ると全く違うように見えるんですよ。あとは噴水、まあ真横とか、まあ、その上から俯瞰で撮ったらの噴水はっていうことだから、うん、そういうことですね、うん、みんなあの噴水ってよく見ると思うんですけど、真上から噴水って誰も見たことがないんです。確かに、っていうのはそういうのをあの出したりとか、まあ、ちょっと驚きになるようなものをメインで見せるような写真展にしてます。もうみんなさ、こんなみんなこう行こうかって言ったところですから、はい、あのアナログ式のいいねですよね。いいねをちゃんといい、ね、はい、アナログでこうできるように、ね、僕見てください。やっぱりボスクでしょっていうね。いいですね、それこれね。いや、でも僕正直佐々木さんはモスクのイメージなんですよ。そうなんですか。なんかモスクといえば、ね、モスクのなんかそのスペシャルな映像って思うのはもう佐々木さんイコールっていう感じになってるんですけど、ね、いや、多分俯瞰撮る人いないからじゃないですか。ちょっとでも、あ、まあでもそこはもうなんかこう一番とったみたいな感じだと思うんですけど。嬉しいですね。いや、ちなみに佐々木さん何個くらい行ったんですか、これ。いや、もう30以上は行ってると思いますよ。あ、30以上行って、はい、じゃあこの撮った作品としては何点ぐらい撮った感じですか。もうざっくり写真とか映像とか、そう、うわー、もう何百か何千か分かんないぐらい撮りましたよ。いや、全部海外ですもんね。全部海外です、ね、うわ、すごい、全部海外でございます。全部海外でございます、はい。ちょっと最終的にちょっと自分でこれグッとくる作品はどんな作品ですか。やっぱりあとまあ思い入れとか、思い入れとか、ね、その行ってきて、はい、まあ、いろんな国行くんですけども、はい、この瞬間しか撮れないっていう、例えば電車だとか、あれはすごく貴重だったし、そうですよね、あの通勤ラッシュの映像とか、はい、それはもうなかなか貴重だ、もう二度と撮れない、二度と撮れないですか、撮れないですよね、もう禁止になっちゃったんで、佐々木さんなんかそういう、あ、持ってますよね、そういう、まあ、まあ多少あるかもしれない、この時の瞬間でしか撮れない映像を常に、はい。あるかもしれない。撮り続けてるっていう。そうですね、はい、もうだいぶ前からやってますね、はい、そうなんですね。佐々木さんもドローンだけではなく、まあ、地上の絵も作品すごい、ね、作られてるん で、 そうです、ね、やっぱり地上のノウハウが空撮に生きてるから、絵のアングルが綺麗なんですよ。はい、ありがとうございます。谷さんもね、なんかあの地上カメラでね、どうぞ。いや、やってますけどね、はい、でもまあ全然もうそんなあの赤ちゃんみたいなもんです。いやそんなよちよち歩くみたいなもんですよ、こちらね。ちょっと成長しただけみたいな。そう今撮ったみたいな。どんだけ上げないでいこうかみたいなトークになっちゃってるけど。まあ、でもね、まあ、そんな感じで佐々木さんの作品で生きておりまして、ね、まあ、いろいろなんか、ネットだったり、はい、あのアーカイブでちょっと見れたりはします。もちろんです。失礼しますので、ぜひあの、まあ、URL の方ね、こちらあの概要欄に貼ってきますんで、佐々木さんの、作品をぜひ皆さんご覧になってください。ありがとうございます。どうですか、佐々木さんの作品を見て。あ、はい、あの、はい、実際、ね、マレーシアって行ったことがあるんですけど、はいはいはい、私はまだまだあんな状況とか聞かせられないので、はい、もっと上に行ったらあんな感じなんだってちょっと今、はい、あのびっくりしました。だからまだまだ、なんだろう、ドローン下手くそなんだな、もっと頑張んなくちゃなっていうのと、はい、なんだろう、あそこまで行けばあの、ね、視点で見えるんだなと、ちょっと目標もできました。ドローン撮影のお手本になったし、はい、ご参考になったと思います。